今日は達散歩ですね。達散歩ということで、今日はこちらの雄大な景色とともにね、その僕の昔の思い出でも話そうかなと思っています。それというものもですね、その僕は昔そのブリーフ派だったんですね。それでですね、まあ小学校がスロープだったんですけど、それでプールに行くときにね、ブリーフを落としていまして、気づかなかったんですよね。でなんでだからあの時気づかなかった、まあ、下に海パン履いちゃってたんですよ、プールの授業だったから。それでですね、海パン履いちゃってたから、でどうしてパンツがないとおかしいなと思いながら、ノーパンでね、帰りにこうノーパンでこう帰ってたんですよ。そしたらですね、なんとそのスロープに人が群がってると。でこれ何群がってんだろうなと思って、で見たらブリーフ落ちてるんですよ。でね、僕も何を考えてたのかね、ブリーフ落ちてんのにね、自分のブリーフかどうかもう分からなくなってたんですよ。忘れちゃってたんですよ。でそのブリーフを見て、どれのこのブリーフなんでこんなところにあんのっつってね、こう見たんですよ、ブリーフを。こうもう笑い取りたくてね、こう見たらね、大塚達也ってやっぱ書いてあって、そこで思い出してたんですね。あ、俺のブリーフじゃん、そういえばと思って、やばいと思って、こう俺もみんなバレたくないと思って、こうブリーフをこう取ったんですよ。短パンだったんで、多分ハミチンしてたんですよ、完全にこうやってやってて、チーンって言ったそれでね、それで俺が何て言ったと思いますか、みんなに対してパオーって言ったんですよまたね、その男、嘘の話やめなさい本当ですよ、本当ですよ。じゃあ今日の達也の下ネタでした。またね。すいません、音が悪かったんですけど、一応ねあげました。あと30分ぐらいでね、僕の誕生日ということでね、みんな俺の誕生日祝ってね。それじゃあまた、おーバイバイ。